はいどうも、秘密結社フェガミ総帥ハッチーでございます。今回は梅花賞、中京級です。3歳1勝クラス芝 2200m ということで予想していきたいと思います。例年だったらこのレース芝2400でやってたような気もしなくもないんですけれども、2000m を超える距離、ちょっと長めの距離ってことでね、ダービーに直結するような気がしつつ、案外実はこういう長距離使う前からね、勝ち上がってる馬の方が実力もあってダービーでは強いんだぜと、敗者復活戦みたいな気はするけれども、でもね、ステイヤー血統が来るよねというようなレースですね。そんなわけでね、予想はしております。こんな感じでいきたいと思います。まずは軸なんですけれども、3番人気ネット競馬想定3番人気のベローチェオロ、ゴールドシップの子ですね。新馬勝ち以降4戦掲示板を外さず3着2回、ここも当然上位というふうに見えるわけですし、ゴールドシップの子で距離延長は良さそうだという気もします。安定強化で今度こそ狙っていきたいなということで、軸でいきたいと思います。そして1番人気ディープモンスター、新馬勝ちから2戦目もね、エリカ賞2着好走しております。ネット競馬での人気はね、1番人気抜けた1番人気って言われると、いやそれはね、DMM の馬で一口馬主のね、馬主さんが多くて、馬主っていうかね、出資者の人が多くてね、その分変に人気しちゃってるのかなってだけの気もするんですけども、一応上位には来ると思います。そして4番人気日本ピロマリブ、新馬勝ちの後2戦とも4着、このね、2回目の4着がエリカ賞4着ってことで、ディープモンスターには先着を許してるんですが、3番手までひも評価ということで言えば、狙っておいてもいいのかなということで入れておきたいと思います。そして6番人気ギャラントウォリア、ハギステークスではね、先行するも後続に刺されということで、2戦目以降ね、競馬感がある先に仕掛けた3頭が、まずはギャラントウォリアを飲み込んで、そしてね、直線伸びてきた馬たちにも刺さるというような競馬になってしまいました。そのレースっぷりですが、ここでは持ち時計指数的に上位に来るということで、距離延長でね、もうワンチャン狙っていきたいと思います。そして7番人気当選インパルス、前走はね、持ち時計的には凡走と言える、それでもエリカ賞5着ですから、指数面ではね、落として5着、戻せば、この中ではディープモンスターとかギャラ、日本ピロマリブあたりも上回ってくるかなということで、紐に拾っておきたいと思います。以上ね、こんな感じで軸1頭紐4点で、いつも通りね、いってみたいと思います。こんな感じで3歳戦そして重賞というあたりを中心に力を入れて、地方重賞もやっておりますので、チャンネル登録の方ぜひね、こちらよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。